こんにちは、柴田です。今日はですね、楽器屋とかで試奏するときにどんなの弾けばいいですかみたいな質問来たんで、今日はですね、こんなんいかがでしょうみたいなフレーズをご紹介させていただければと思います。今回はですね、カッティングみたいな感じのものをですね、2つほどご紹介させていただこうかなと思います。より簡単で、より雰囲気があるような感じのコードを使うと、それっぽい感じになってくるので、ちょっとコードを組み合わせた感じのですね、カッティングをご紹介させていただこうかと思います。まず一つ目なんですけれども、こんな感じでちょっとおしゃれっぽい感じのコードですね。でも全然簡単です。こんな感じのコードでですね、右手はどんな形でもいいんですけれども、今回ベタな感じでいきましょうかね。というふうな感じのコードですね。ぜひぜひちょっと雰囲気があるのでやってみてください。で、続いてはですね、ベタです。ラテン調というかボサノバ風というか、よくある基本のコードではあるんですけれども、基本的なところではありますが、割と映える感じのリズムになるので、ぜひぜひこれもご紹介したいなと。感じのですね、ベターな感じではありますが、リズムを変えることによってですね、より映えてくるので、これもぜひぜひやってみてください。今回試奏の中でもカッティング系なので、ブースターだったりとか、オーバードライブとかを試す時、あとクリーンなんかの時もいいんじゃないですかね。クリーンというかコーラスとかですね、みたいな感じで試す時、試奏する時にもいいんじゃないかなというふうな感じのフレーズです。ぜひぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。